何が起こった？大丈夫か？逃げろ。あんなの生徒で相手にできるわけない。この程度の脅威で死を受け入れることなど許されるはずがない。できれば使いたくなかったが、限りなき願いを持って魔女に与える鉄槌を。緊急事態だ。力を貸せ、ブラド。もとより何時の呼びかけに応じ、ハセ参じた。していかように仮の契約者よ。貴様は黙って私の言うことを聞くだけでいい。借りは借りである。全ての要求には答えかねる。では足を直せ、ブラド。承知。トリガーを解放しろ。それをファーストかセカンドか。ファーストに決まっている。セカンドはお前を受け入れるということだろう。お断りだ。全くもって強情だ。よろしい、それでは始めよう。魔女がいよ。敵は高位の霊体をドラグーンに憑依させている。あれはアーサー・ペンドラゴン。魔導遺産はエクスカリバー。心してかかることだな。貫け。このままではあやつは倒せんぞ。エクスカリバーの鞘が自動的に修復している。鞘を破壊せねば話にならん。固有魔法を使用して隙を作る。ほう、ついに受け入れるか。違う、受け入れはしない。持っていけと言っているのだ。契約の代わりに世に血を捧げるか。よかろう、対価をいただくとしよう。王の命により魔女狩りを中断する。あの男か、どういうつもりだ。大鳥無事か。逃げろ、お前には無理だ。やってみないと分かんないだろ。だからちゃんと見てろよ。クソラゲ！よう、うちの隊員が随分世話になったみたいだな。こんな気分は久しぶりだよ。絶対にただじゃ済まさねえ。草薙諸波流怪伝、草薙武、現時刻をもってここを戦場と心得た。問答無用で行かせてもらう。だが傷つくってことは切れるってことだろう。草薙、杉並、何か分かったか。敵の魔導遺産の魔術的性能は確かにエクスカリバーだけど、素体となる武器は近代兵器のレールガンみたいね。試作段階のものと同一の型だから、一発ごとに冷却が必要なはずよ。じゃあ奴の懐に入るのは撃った後がいいな。接近戦なら俺は負けねえ。ウサギ、よし、逃げなさい。固有魔法を使うつもりよ。くそ、
煙で何も見えない。どこにいるの？サナギ、返事をしてくださいまし。くそ、さすがに